ノックさん、今日も私もね、ノックさんを見習ってね、GoTo トラベル使ってみました。宿はね、宿はすごいの取りましたよ。30万ぐらいの宿を取ってみました。一戸建てみたいなところにね、泊まるんですけど、いや、これでね、半額返ってくると熱いですね。商品券も束でがっぽり来ました。ね、地域振興賞金券ですか。お土産買うんですけども、こんなに買えるかなと思いましたね。で、あとはね、すごく今サービスがいいですね。もともといいところなんですよ、ここは。いいんですけども、さらにいいですね。個室に夕食、予約ができて、わあ、なんかね、言うことないですね、もうなんかね。いや、こんなに贅沢できるなんてと思いますけども、でもやっぱりね、このルールが大事っていう今回テーマじゃないですか。私今日ね、2つルールについて申し上げたいんですよ。1つはね、そのルールっていうのはある一定の人を排除するっていうことにつながるなと思ってるんですよ。というのが、今回の GoTo トラベルとかね、 GoTo なんとかってありますけども、これね、ある程度生活に余裕がある人向けのもので、まさにね、極端な話言うと、金持ちをさらに金持ちにするような、そんなプランだと思いますよ。だから使っていながらこういうのはね、ちょっとおかしいんですけども、いや、これ私がね、例えばね、麻雀店を経営してたら、このプランがあっても使えないですね。で、まず、1日2日休むことがね、勤務を休むことが、生活費に大きな傷を残して、そのダメージってのが、回復不能なところまで来るわけですよ。だそういうところがあると、じゃあ、旅行に行ってお金使おうかなとか、何日かそこに時間を投入しようかなっていうにはなんないんですよね。それこそね、3、4日休んでも、収入にも、仕事にも、自分の都合にもね、財務的にもあんまり関係ないな。だったら、この機会にね、10万、20万使って、その半額ぐらいバックしてもらったら得だよねっていう、お金使って得みたいなね。それはだって、銀行口座から確実にバックがあると言ってもお金減るわけですからね。それでお金使ってるわけですよ。でもやっぱり社会的には、言い方はいろいろあるんですけども、なかなかね、こう仕事がなくて困ってる人に仕事を与えるのがこの GoTo なんとかだっていう風な考えもあって、私もすごく複雑なところがあります。だから自分の立場的には、今こういう風な旅をしてね、楽しむこともできるし、まあ、今回家族と来てるんですけども、家族にね、喜んでいただくこともできるってことを考えると、しないっていう選択もしない、できないんですよね。でも余裕がない、旅行 GoTo とか使う余裕がないって人のことを考えると、ちょっとまあ心に引っかかるものがあると、だからある一定のレベルまでは自分で這い上がらないと、引き上げてもらうようなチャンスにも出会えないのかなと、複雑なものが今ね、深夜今2時ですけども思うわけですよね。で、ちょっとね、ルールのことについてみれば、言いたいことは2つあるって言った。1つは今言いました、ルールってのは一定の人を排除するために設けられる無慈悲なものであるってこと。もう1つはルールってのは契約の後にいくらでも変わるってことなんですよ。で、私がね、ノックさんが言われてたような、携帯電話のサービス、ネットワークってのは、本当にね、短い期間で1000人以上に膨らんじゃったんで、私ね、手に負えなかったんですよ、はっきり言って。こうだって1000人とか思わなかったですからね。まあ、よくうまくいって初月でなんかね、30人、50人、まあ言って100人ぐらい、100人は勢いで目標にしました。1年でだいたいね、1000人とか1万人っていう桁は見えてこないでもないけども、初月で1000人いっちゃうとね、もう追いつかないっていうか、何にもできなかったですね、はっきり言ってね、でしかも私が紹介を起こしたんじゃなくて、私の紹介ダウンラインの方のある人がブワッと広げたんで、コントロールできなかったんですよ。で、配置もこうね、変えられないですしね。いや、だからね、こんなこともあるんだなと。だからルール通りやって、ルールを熟知していたはずなのに、そのルールについていけなかったってことですね。で、それはまあ私の個人的なことなんですけども、やっぱりルールっていうのはね、契約した後にいくらでも変わるってことをやっぱり覚悟しないといけないかなと思います。自分が契約した時にはこうだったのに、社会情勢の変化とかね、財務状況の変化により、ルールっていうのは付け加えられて最適化されるんですよ。その最適化された時に自分にとって不利な場合もありますんで、やっぱり人のルールに乗っかる時はね、
そういうことも確保しなくちゃいけないなってことがあります。運転免許を取った後にもいろいろ道路交通法って変わりますしね。それはもう受け止めていかないといけないし、どう変わったのかを知らない方が、リスクが大きくなるってこともね、込みなんだと思います。 YouTube の利用規約もどんどん変わりますしね。 Twitter なんてのも今までは大丈夫だったのに、いきなりアカウントがダメになったりとかするわけですよね。だからそういうのは当たり前だと思わないと、勝ち残っていけないのかなと思うような今回のお話でした。ノクさんもね、やっぱいろいろと、すごいですね、やられていて、これからも YouTube ね、楽しみにしてます。ありがとうございました。